ボンジーア、チャムシラスでございます。本日は近所でバイクのイベントをやっているので見に来てみました。この辺のバイク人口は非常に多く、みんな山道に強いタイプのバイクを乗り回しております。若者の楽しみや備え車をきれいに手入れして、エンジンをちょっとうるさいやつに改造してみたり、ウィリーしまくって楽しんでいるようです。もう早速みんなが走り回っておりますね。この 200m あるかないかの空間をみんなが朝から日が暮れるまでウィリーしまくるという謎のイベントでございますね。すごい角度で走っております。ガリガリガリ。チャモはですね、バイクのこともウィリーをずっと見てるのもわりかし好きなんですけど、さすがにこんな何時間もやってると飽きるもんですね。学生の頃は9割以上男子の学校にいたので、釣られてバイク雑誌を見たりバイク屋さんに一緒に見に行ったりとかしてました。当時は大型スクーターが一番流行っておりましたね。でチャム自身はカブに乗ったり、あとヤフオクでモンキーを買ったりしたんですけど、害虫とか恐ろしいもんでいずれも盗まれてしまいました。アメリカンタイプのバイクは全然見ないんですけど、ある日こんな謎の伝説のおじいちゃんみたいな人が現れて、ものすごいバイクに乗っておりました。どうやらこの音楽もおじいちゃんのバイクのスピーカーからガンガンに流れているようでございます。じいちゃん、骸骨さんをお友達に積んで、先頭には謎の頭蓋骨がありますね。おしゃんちー。誰もこけずにようやるなと思ってたんですけど、よく目を凝らすとすねが血まみれの人とかいました。でもアドレナリン出まくって走り回っておりましたね。ほいでこのお兄さんよう回りますよね。ほんとこけんのかいな。おい、こちら見物する人々とトランポリンで時間を楽しむお子さんたち、そして自慢のスピーカーを出してガンガンに音楽かける人、走り終わった人々、よー何時間もおるな君ら。ちなみにまだバイクに乗れないキッズたちはこうやって自転車でウィリーを練習しております。うぃー、すごいな。この人もようそんな距離走れますなと。ウィリー大好き。はい、こんな感じでね、今日はバイクでみんなね派手なアクションする会を行ってました。まあ、めったにやることじゃないんですけど、まあ、みんなずっとひたすらウィリーしてるだけでね、なんか大会ってわけでもなさそうで、こんな感じでブラジル人集まるの好きなんで、あの大きな音でねスピーカー流してお酒飲みながら見物するっていう、そういうスタイル。この後みんなね、若い男女はちょっとナンパとかしたりとかして盛り上がるんですけど、まあ、僕らはもう今日は帰るか。はい、うん、まあ、こんな感じで、はい、僕らのチャンネルではね、こういったブラジルの日常をね、僕らの生活を通して皆さんにお伝えするチャンネルです。これから皆さんチャンネルのアミーゴになってね、僕らと一緒にこのチャンネルとブラジル盛り上げてください。はい、というわけで、アテアプロシモンビデオ、キャオキャオ。